トベニシンプル。平野紫耀と神宮寺勇太、ジャニーズ界の波乱を巻き起こす。今年3月、滝沢秀明氏が設立したプロダクション、トベ、トゥービーへの移籍を果たした元キングプリンスへの平野紫耀と神宮寺勇太。しかし、その遺跡に伴ってジャニーズファンの間で激しい抗論が巻き起こっている。 この記事では、その背後に潜む事情やファンたちの葛藤に迫ります。1、戸部遺跡、ファンの怒りと期待。戸部遺跡が発表された7月6日、公式ツイッターと YouTube に2人のシルエットが登場し、動画タイトルには、飛べジョン d ゼ a 0 2が完成られた。 これにより、ジャニーズファンの間には期待と驚きが広がったが、一方でその背後には厳しい意見も渦巻いていた。ジャニーズ事務所を退場した二人を、裏切り者、と罵る声が上がり、特に平野市要に対する非難が多かった。しかし、これに対抗する形で、彼らを応援するファンも多く現れ、SNS 上で激しい抗論が始まった。 これは単なるファン同士の意見の対立ではなく、ジャニーズ界における大きな動きの一環だったのだ。2、戸部遺跡の背景と予兆。戸部遺跡前、三宅県の遺跡発表がこけたことが一因となってい、ジャニーズアイランド社長に就任した井野原義彦、沖田純一、宮沢理恵、森田剛らと比べ、 三宅の仕事は目立っておらず、リストラされた中年というイメージが漂っていたとされる。戸部に移籍した三宅は、滝沢の新会社を、ブラック企業、とまで表し、一方で滝沢は彼らに対して冷たい風を吹かせているとの指摘もある。この中で、平野潮と神宮寺雄太は滝沢氏の下で新たな挑戦を始めた。ジャニーズ事務所を飛び出す勇気を持ち、 飛べで新たな可能性を追求する彼らには多くのファンが期待を寄せていた。しかし、その一方でジャニーズファンの中には彼らを見放す者も,も現れ、これが抗論の引き金となった。3. ティアラたちの情け心。平野の仕様と神宮寺ー太を揶揄するコメントが多かった中で、一部の元金プリファン、通称、ティアラたちは、ハッシュタグ、平野の仕様。 トベッチョン d n a ゼロに襲えながらも彼らを応援する姿勢を見せている。これに対しワイドショーデスクは見ていて楽しい投稿ではありませんでしたが、トベ遺跡第1号を発表した三宅県の動画がコケタ語なので、本命である平野と神宮寺の遺跡発表前の EPR にはなったんじゃないでしょうか。とコメントしている。 この、情け心、が、一部のファンたちの間で大きな議論を呼び起こしており、ジャニーズ界における新たな潮流の要素とも言えるだろう。4. タッキーのプロデュース力とジャニーズ界の未来。とべに移籍した平野紫洋と神宮寺勇太の成功は、滝沢秀明氏のプロデュース力にかかっている。 エンターテイナーとしての海外デビューを目指す彼らにとって、ジャニーズ事務所という枠を飛び越えるためには、滝沢氏の手腕が試されることとなる。ジャニーズ界においては、飛べの動向が注目されているだけでなく、これによってジャニーズ事務所のあり方やファンとの関係性が変わる可能性がある。 滝沢氏の後継者として、ジャニーズアイランド社長に就任した井原義彦や、沖田淳一、宮沢理恵、森田豪といった面々と比較されながら、飛べの成功がどのような影響を与えるかに注目が集まっている。飛べに移籍した平野紫洋と神宮寺勇太によるジャニーズファンの分裂は、 単なるここのアーティストの遺跡ではなく、ジャニーズ界全体に大きな影響を与える可能性がある。滝沢秀明氏の手腕が試される中、ファンたちはそれぞれの立場から様々な意見を展開している。ジャニーズ事務所のあり方やアーティストとの関係性が変わる中、平野と人流児の挑戦がどのような結末を迎えるのか。 その行く末には多くの期待と不安が渦巻いている。ジャニーズファンたちの激しい抗論が新たな時代の幕開けを告げているのかもしれない。